どうも、キスケです。本日は神抜きパーティーでキラベジ使っていこうと思います。まあ、復活悟空とちょっと組み合わせてみようかなっていう。まあ、相手のパーティー次第やけどね。この相手に復活キャラを、まあ、弱く使わして、こっちは前回アビリティに乗った復活ブルー悟空を強く使っていくみたいな感じで使っていこうと。で、バドス経由で、まあ、キラベジがどれほど火力出るのかっていうのもちょっと気になるんで、その辺も踏まえて、良ければ最後までお付き合いください。よろしければチャンネル登録と高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。生放送、ミルダムの方でやってるんで、概要欄のリンクからフォローお願いします。それでは PVP、回っていきましょう。さあ、マッチングしました。スーパーサイヤ人パーティーですね。対戦やっていきましょう。まあ、バドス、キラベジ、ブルー悟空でいっか。はい。あ、またな出てくんのかな、これ。まあ、出てきてもおかしくないよね。ただ、またな出すんやったら、キラベジのメインで特殊カバチャに向こうあったよね。10カウント。まあ、その辺うまく使って戦っていこうかな。出てくるなら。出てくるか。ただ、赤色がいないぞ。キラベジを舐めてんのか？はい。あー、回避はしない。オッケー。うまい。いやー、これクリティカル入んの痛いなあー、有利属性。よかったよかった。意外と長いんでね。キラベジのオーラ見てください、これ。クソかっこいいでしょうよ。いや、通常で止めてくるね。オッケー。はい。間に合わんのか。いや、通常で止めてくるな。マジで。だるいな。手札空き。あ、必殺残った。通常か？噛み合い。いや、どうしよっかな。悩ましいな。あ、使うか。いやー、これクリティカル発生してそう。あ、してない。いやー、ナイス。よく耐えた。いやー、持ってるか。これキャラチェンできないね。あ、それは良くないんじゃない？それは良くないんじゃない？空見たことか。そういうことよ。はい。いや、何やってんだ。はい。オッケー。ラッキーラッキー。いやー、これなー、特殊カバチェン向こうでライジング打ちたかったね。もったいない。通常ナイス。ライジング打つか。まだ出てこない。うん、ライジングでいいわ。ナイス。特殊カバチェン無効です。完全初見殺しやんな。よっしゃ、これはボロ儲けよ。で、まだバドスの全体回復あるんで、ちょっと使いたいな、早急に。オッケー。よーし、そうだよな。いやー、ライジングっぽい。あ、くそ。いや、さすがに落ちるわ。もったいないことした。せっかく復活キャラ入ってんのに。でもまあ、やっぱ特殊カバチェン向こう強いね。うん、ブルーゴジータいらないんじゃないマジっていうレベル。さあ、気力回復強いよ。オッケー。いや、火力も高いわ。すげえ高い。あっずれた。ただこれ有利属性で、これ特殊圧あるんで体力回復もできる。ああっていうのは破壊しないで。あ、ナイス残った。体力回復さしてくれや。オッケー。突っ込もう。はい。ナイス。これは強い。いやー強いぞ。いや火力高っ。マジで火力高い。オッケー。よーし打つしかないよな。まだコチトラ復活残ってますから、この髪の毛パーティーマジで強いかも。落ちないか。火力ないな。火力ないね。よし外した。さあマッチングしました。孫一族パーティー対戦やっていきましょう。復活ご飯はいないですね。残念だ。あでも黄色いないんで、これさすがに身勝手かな。さすがに身勝手。あーでもなブルーでいいや。ブルーでいいや。復活の安心感がえぐい。個人的に。すごいホッとする。まあ待たないるんですけど、さっき同様メインアビリティからのライジングでワンチャン落とせるんで問題はないかなと思います。オッケー。バカ野郎入ってなかったっけ。お願いします。ナイス。いやー見てるね。よく見てられるわ。はいナイス。まだつながる。まあこれは気力奪って退散かな。気力を奪います。これな必殺圧怖いんだよな正直。よしナイス。悪くないよ。うん、あーマジか。やられたぜ俺のブースにゃ。ガラガラヘビー。オッケー気力減少。めちゃくちゃ厄介でしょこれ。メイン使うか。よしこれはうまい。オッケーこれはねこっちでいいんじゃない。でメイン使ってライジングでいい。あー違うわ間違えた。不利属性無効の。よいしょーメイン使うよ。いい回避。これでライジングやね。はいやっぱ初見殺しやわこれ。やっぱ初見殺しすぎる。みんな変えてくれるマジで初見殺し。つえーつえーマジ怪物じゃね。入るかナイス。さあラス1。こっち復活キャラもいるし体力ほぼ満タンなんで多分負けないとは思うんですけど。バニシング奪おう。ああ無理か。あオッケー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 。射撃圧打ってほしいな。はいあそこナイス。アイル。さあ、これはバドス経由のキラベジの火力を解くとご覧あれ。射撃圧欲しかったけどな、正直。打撃圧かっこよすぎやろ。あ、来ないか、ドロスカップ。ユー打っちゃうよ。ユーユーナイス。あざした。さあ、マッチングしました。劇場版パーティー対戦やっていきましょう。お願いします。まあ、これでいこうか。復活ご飯入ってるね。2× ライジングラッシュヌーブ。なんでや。そんなことないやろ。じゃあおめえ2回打つなよ、ライジングラッシュ。1回だけにしとけよ、せめて。名前で煽るのであれば。あ、復活ご飯出さないか。ブロリストって割にはゴジータ使うんやね。ブロリー入ってるくせに。その程度ですか。タックルはない。ああオッケー。やらかした。はい。これ強いよ。射撃カウンターからの必殺アーツがつながる。ナイス。あ、特殊アーツ来たね。はい。射撃アーマー欲しかったな、打撃アーツに。残念ながらって感じやね。ああ、残念。はい。まあ、このまま食らおう。いや、ドラゴンボール破棄。全然ドラゴンボールは触ってない。なぜだ。なぜだ。悲しい、俺は。うまい。オッケー。交代剣しか。あ、これ剥がれんのかな、皮。あ、剥がれない。せめてメイン使ってから落ちてほしい。あー、マジか。まあ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 。オッケー。これは美味しいね。待機カウント短縮入れて、このまま殴っていこう。多分ね、フリ属性でも落とせると思うんだよな、最終形態フリーザやったら。多分いけると思うんやけど、無理なんかな。いや、いけそうやな。ナイス。いけるね。よし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 。これさ、ライジングラッシュの必殺アーツはさ、不利属性無効判定になるのかな、ならないのかな、どうなんやろ。サンキュー。はい、いいよ。待機カウント回りそうなんで大丈夫でしょう。ナイス。これは特殊カワチェン無効にして殴っていくよ。はい。つえー。これ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 、これが強いんですわ、キラベジは。マジで使いやすい。ナイス。マジ強い。これ間に合うっけ？間に合わない。はい。ライジング打てない。ざます。あ？ラッキー。これは勝ったね。オッケー。あざした。強い。はい、皆さん、お疲れ様でした。今回は、髪の毛パーティーで、バトス経由で、キラベジ使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか？強くね？強い。いや、キラベジって感じ。どういう感じなんやっていう感じやけど、すごい使いやすいし、特殊カバチェン向こうも、まあ自分のタイミングで使えるし、まあ、体力回復も多いし、まあほんまに強いんじゃないですか。うん。あとは、アーツドローと、まあ泥速がないのが、まあ、若干難儀かなっていう印象はあるけど、まあそれ差し引いても、だいぶ強キャラ感が溢れてますね。ということで、よろしければチャンネル登録と高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。概要欄に Twitter のリンク貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンボールライフを、バイバイ。